うわぁ、武器はドリブルです、まあ、磨いてるっていうか人を楽しませるのが楽しくてロナウジーノもやっぱ一番楽しませてたかなと思って好きになりました。むちゃくちゃいいやつで天然でサッカー大好きみたいな、だからずっと練習してるようなドリブラーですよね。静学の川口監督なんかは三笘選手みたいだよねってずっと試合した時は言ってましたし、で、まあ、三笘選手ともまたちょっと違う本当に独特の今まで見たことないような感じのドリブラーなんですけど、すでにだいぶ速いんですよ足が。1年生の時点で体はできてないですけどだいぶ速くてで上手い、1年生の時点であんだけ速くて上手いっていうのは初めてです。川山の方が上の部分であったり、あの古橋選手の方が上の部分であったりっていうのはもちろんありますけど、スピードとうまさっていう部分では一番かもしれないです。まあそのドリブルと本当にこうシュートの振りがすごい速いんですよ。教えて速くなるもんでもないんで、だからそのペナルティエリア内で足を振れるんですよね。ほとんどの選手はブロックされるんですけど振り抜けちゃうんですよ。でシュート決まっちゃうんで、だからそのドリブルとシュートっていうところに関しては本当にプロでも今すぐでもあの点取れると思います。克服しなければならない課題とかマスターしなければならないことっていうのはたくさんあるんですけど、樺山くんだったり永永くんだったりみたいな感じで順調にいけばあの高卒で海外には行くべき選手だろうなと思いますね。え、勝手にする？どうですか？いや。いや、ゆぐいそれは無理よ。いや、ゆぐいそれは無理よ。いや、ゆぐいそれは無理よ。J クラブも練習には行ったんですけど楽しかったんですけど、やっぱ広告はまず練習から一つ一つのメニューがなんか自分やっていて上手くなるなみたいな感じで感じたところもあったし、まあ、中学生の時に練習に来た時に川山くんとか、まあ、プロに行ったメンバーがいっぱいいて、ここでやったら成長するっていうのは特にそこが一番思いました。センターバックのチアゴ・マルチネス選手がガタイも大きくて体重がめちゃめちゃ強くて、僕も1回当たったんですけど普通に吹っ飛ばされて、まあ、すごい印象でした。1対1の駆け引きだったり、まあ、ボールを持ってドリブルだったりはまあ点も取れたのでそこら辺はまだ通用するかなと思いました。自分の課題も見つかったんですけど、まあ、自分の通用する部分も見つかったので、まあ、そこは自信を持ってプレーしてもいいかなと思います。とにかくまず全国っていうところで自分が3年生になるまでに一度は優勝したいなと思ってます。サッカーの目標は高卒で海外とかに出て通用する選手になりたいと思ってます。